オッケー、これで背もたれもできましたよ。続いてすげえとんがってますよね。こういったとんがってるところ人が持つとね、刺さって怪我をしてしまう可能性がありますので、ここは安全に丸めておきたいと思います。この辺も角が角張ってて危ないので丸めちゃいましょう。フィレットをクリック。じゃあまずはボディを丸めようかな。丸めたいところの角をクリック、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 クリック。オッケー。半径10ミリで丸めようかな。10ミリを打ち込むと半径10ミリで丸まりました。これでオッケーをクリックと、ここの角も直していきましょう。ここは 1.5 ミリくらいでしょうかな。角をクリック、角をクリック、角をクリック。反対側が見えないので、シフトボタンを押しながらマウスホイールを押し込んで、マウスを動かします。おしおし、見えてきた。また、角をクリック、角をクリックですね。ここは 1.5 ミリくらいでしょうかな。オッケー。これで OK をクリックと、スマホスタンドに近づいてきましたね。ちょっと待てよ、ここの深さがちょっと深すぎるかもしれないですね。深さ 25mm にしたんですけども、ここまでしてしまうと iPhone の全体が見えない気がするので変えましょう。過去にやった処理を変更したいなという場合はね、ここの部分見てください。ここのスケッチが溝の深さを司る部分なんで、ここを右クリックしてですね、スケッチ編集を押すと、もう一回そこに戻って編集し直すことができますね。これちょっと見にくいんでね、視点の矢印を使ってくるっと回して、この方が見やすいですね。25は深すぎると思ったんで20にしておきましょうかね。20ミリで OK だと思います。これでスケッチを終了と、過去のやった作業を修正できましたね。ちなみにね、押し出しでも、ね、やり直したい押し出しを変更することもできます。例えば iPhone の幅を変えたかったら、ここの押し出しを右クリックしてフューチャー編集をして、今 38.2 となってますけども、ここの値を変更すれば過去に決めた iPhone の幅も変更することができるわけですね。 OK をクリックと、最後はここにロゴを作ろうかな。スケッチをクリックして、作成をクリックと、テキストをクリックして、ここをクリックして、こんな風にいこうかな。この辺でもう一回クリックと、名前はもちろんシンプルファイターですね。あ、入らない、入らないぞ。ちょっとちっちゃくしようかな。高さを少なくすれば入るかな。9にしたか。あ、入らない。8はこうだ。入った。 OKOKOK 入ったぞ。入ったけどちょっと真ん中に文字が寄ってないですね。あ、そうか、1合わせしたらいいんだ。中央造影するとこれで OK ですね。これで OK をクリックと、そしてゲッチを終了と。押し出しいけるかな。押し出しをクリックしてみましょう。お、いけそういけそう。 OKOK、 行きましょう行きましょう。おー、よかったよかった。 OKOK、 行けました行けました。ここは5ミリくらいにしましょうかね。 OK、 これでシンプルファイター専用の iPhone 11 Pro スマホスタンドが出来上がりましたよ。ではいつも通りこのスマホスタンドを 3D プリンターで印刷してみましょう。ファイルを押して 3D プリントをクリックと、リファイメントは必ず項を選んでより精密な変換をしましょうね。 3D プリンターで読み込める形式 STL ファイルに変換する図面をクリックで選んで、 3D プリントユーティリティに送信のチェックを外して OK をクリックしたら STL ファイルが出力されますね。それでは次回は3D プリンターでスマホスタンドを印刷していきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。